雰囲気的に、統一教会が態度を変えそうな気はする。ともかくアルカディアでゲームを草案できなければ、ディレクターとしては排除されてしまうのだ。今まで昭和天皇まで含んでできなかったからこそ不可能を要求された憤りが重い。しかし出来た、そしてそれが文鮮明氏の過ちであるとなれば、その先は奈落だ。結果で、統一教会がウクライナ支援から手を引けば、それは一つの終わりとして、果たして今の統一教会叩きの真実は、だ。想定の一つは、自身らに兵徒を集中させることで変更させて、王の権威、ともかく神を破壊せんとする、作為だが、あるいはそれを、自身の過失を隠すための生贄に、している別の組織がある、か。アルカディア、このゲーム機に起きた変化の真実は、果たしていつわかる。